こです。イタリアの外出禁止隔離生活ももうほぼ1ヶ月近くになりました。で今日は気分転換をするためにちょっとお家のインテリアを変えたいなと思います。例えば今この壁に飾ってあるこの3つのこれ切り絵なんですけど、実はこれ私が切った切り絵なんですよね。これ皆さん知ってますか？もちもちの木。これもすごく気に入ってるんですけど、これはなんかね、なんかの CD のジャケットだったんですよね。でこっち、これはもう本当にオリジナルで自分で全部絵も描いて自分で切り抜いたものです。一応作品名がありまして、レインガールです。で今このソファーの上にこの3つを飾ってて、まあ、これもすごく気に入ってるんですけど、まあ、今日は気分転換ということでこの壁に他の絵を飾りたいと思います。イタリアのお家で私が今までいろいろ遊びに行った友達の家とかで見た印象は、なんかすごいシンプルな家でもモダンな家でも結構絵は飾ってあるお宅が多いなって思いました。一つの絵をポンって飾るだけじゃなくて結構複数で、なんか例えばこういうイメージですね。こういうのをしたくて、デセニオさんがすごくめちゃくちゃ可愛くて、ということで今回デセニアさんを通してたくさんたくさんポスターと額縁を自分で選んで、で送っていただいたので皆さんにもお見せしようと思います。デセニアさんから届いたポスター、今から開けたいと思います。結構重いです。デセニオさんはポスター専門のオンラインショップで、今日本でも人気の北欧デザインのモデルとなるスウェーデン発祥のお店です。黒の額縁のいろんなサイズと、あとはゴールドもオーダーしました。ゴールドかわいい。この中にはポスターが入っています。デセニオさんは環境にも優しく、ポスター制作で余った紙は新聞紙に再利用されるそうです。フレームで使用される木材は木が1本使用されるごとに新しく2本植えるという活動もしているそうです。1枚目完成。はい、ということで今額にポスターを入れ終わりました。見てください、かわいい、たくさんあるよ。セムラムナモストラ、展示会みたい。いや、配置とあと向きもかなり迷いますね。一旦床に並べてみた方がイメージが湧きやすいかもしれません。はい、それではこれから絵を飾っていきたいと思います。金槌でカン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 ってやんなきゃだから、すごい音がうるさいんですよ。でイタリアって昼休みがすごく長いのご存知ですか？お昼の1時から4時までは大きな音を立てたら近所迷惑になるからダメらしいです。なぜかっていうと、みんなお昼休みに昼寝とかするから、2時とか3時にカンカンカンってやったらダメらしいです。それ初めてイタリアで聞いた時すごいびっくりしました。イタリアらしいなと思って。で今ちょうど4時半ぐらい、4時を回ったので、これから壁に釘を刺していきたいと思います。難しそう。だいたいこんな感じかな。じゃーん、壁の模様替えできました。どうですか？釘打つのは大変だったけど、出来上がりには大満足です。ポスターの商品名を載せておきますね。いつも動画編集しているお部屋もこんな感じになりました。ゴールドの額縁でエレガントな雰囲気に。で今多分みんな4月になったばっかりで新生活を始めた方も多いと思うんですけど、新しいお家のデコレーションとか結構ね、壁の模様替えだけでも雰囲気が変わると思います。
こう一つポンって飾るんじゃなくて複数でコンビネーションして飾るっていうのをよく見かけたので、私もそれがやってみたくて、皆さんも春だし気分転換に壁の模様替えいかがでしょうか。私ハワイがすごい好きで、あの雰囲気が本当に大好きで、だからハワイっぽい、まあ、絵とかあの写真を飾ってみたかったんですよね。あのデセニオさんは注文するときはちょっと英語でサイトを表示されてるんですけど、すごく簡単だし、であともしトラブルとかが起きた場合は LINE の公式サイトもあるので LINE でサポートしてくれるそうです。イエーイ、大満足。なんか本当に種類がたくさんあって選ぶのに時間かかったんですけど、結構何を組み合わせてもなんか結局可愛くなるんじゃないかと私は思っていて、こうあえて一つだけ額縁の色変えたり、あえて全然違うジャンルのやつを組み合わせても、まあ最終的に結構可愛いなって私は思ってます。でなんと特別に私のフォロワーさんにディスカウントもあるので、それも概要欄に載せておきますね。なのでこれを機にぜひ皆さんも気分転換してみてください。はい、ミッフィー、サルタ、はい、チャオ、またね